やっぱりばあちゃんがほかげやんの？なんだ、不満そうだのう、ナルト。だって、三代目のじいちゃんと比べるとな、気性が荒くてわがままっぽくて。その上、金にルーズで陰険でバカだし。ちゃんとやっていけんのか、心配になってくるってばよ。よく言った。なんでこんなことになるのかの。こう見えてもこれから五代目になる私だ。ちんちくりんのガキ相手に本気もないな。ガキが来てバカにすんなってばよ。今はこんなんでも俺だっていつかはほかげになる。なんだってばよ。いい男になりなよ。そして立派なほかげにな。それじゃあ帰るか。この葉隠の里に。